毎度ながらこれから何か言うんですから。でとにかくも落語の方はってえとあまり偉い人は出てこないので間抜けなものばかり出てきて話になるもんです。よくこの人によって負け惜しみの強い人がありますな。観音寺なんて昔は裸で歩いてた人がある。で裸で歩いてて寒くないの？寒くねえんだよ。俺はもう体全部顔だと思えばいいなんてなことそう思えばいいんですな。ですからこの入れ墨というようなもの、あの針でつついたりなんかさ痛いですよ。あれはなあれでいいやなんか結構できるんですからな。だからこうあいつは、痛かったでしょ。ねえ痛かねえんだよ。耳がね、ちょいちょいとつついたぐらいなんてなことを言ってねえこれだなんてなこと言ってな、銭湯なんぞで見るってと掘り物なんて今ありますな。どうかすると半分でやめてんのがね、五条の足に弁慶がいて牛若がいなかったよなんて。あの牛若がいないの？俺あいつは綺麗だなんてのいろんな掘り物がありますな。掘り物のうちにもそうかと思うてえと、はあ、その体中花札を掘ってあったりなんかしてな、あやめだとか桜だとかってのがずーっと掘ってある。勘定してみると四十七枚しかない。どうも一枚足りねえとだんだん調べたら足の裏へ坊主が舐めていたなんていうのが、いろんなのがあるもんですな。お腹のところに飛脚の絵がありましてな、お尻飛脚をあてがったら掘り物が腹の下った時の用心だ。あんまりいいんじゃねえよこういうのはね。だからこの祭りなんというものは、こう何だけ威勢よくやろうなんて、何だっておいこう掘り物も普通の掘り物じゃいけねえから、祭りの時には何か考えた人があっというような掘り物してな、どうだいこう20人の背中に竜を掘ろうじゃねえかよ祭りまでに。な、いいだろう。こう大きな竜がハーってやってるやつ、竜竜より竜ってんで20人並んでる背中に大きな竜をさーっとってな、祭りの時に「おい」なんて言ったら「ああ竜だね」なんてなこと言って、そこは祭りに休んで別れ別れになると僕らしょうがねえんな。どうもね、ひげだけあったりな、こけらだけあったり、これじゃあどうも具合が悪いもんで、以前は町内に一人っていろんな人がいたもんですな。これでもってこの朝夕なんぞが、5時ごろ朝夕がありました。自分には、一番花の湯なんぞの暑さなんてないですな。湯船に捕まってひょいっと覗くってえとね、湯がじーっと音がしてやね、そんな中平気にこう入ってる人があるんですから、一人が入ってるから俺めへろうなんていうのは随分出てくるもんですな。早く何をしてやんだバカ、早く着物脱げってんだこの野郎、またなんだな長えなグズグズしてやって、着物脱ぐのに何してやん、体の皮むくんじゃねえぞ本当に、着物早く脱げよ本当に、俺先入っちゃうぞ、てめえみてえにグズグズしたら湯屋で年を取っちゃうだろうおめえ。ごんじゃねえったら、おはよう言うてきてくれ、どうね、あっしゃなんだよ、朝暑いよいらなかった言われねえ、どこやい、おこいってんだ、湯はどうだ湯の具合は、湯の具合湯だのおめえ暑いか暑かったで、ね、ぬるくてしょうがない、塩と水だ、バントはぬるいだしょう、ぬるいかぬるいったっておめえ今目覚めが多いしさしょうがねえな、そんなぬるいよ、俺入るよ、俺入るよ、そうか、ぬるいぬるくったって変なよ、変なねえじゃねえんだからな、仕方ねえ、付き合いってもあら、なんで、なぬるくったってめぐんでねえじゃねえんだ、おい、ぬるいな、我慢して、へえってな、ぬるいだろ、ぬるいよ、ぬるいから、てめえ先へえで、なんだよ、一緒にへえろ、一緒に、な、ねえ、こんな、
じゃんで、あのね、人が減ってて減れねえの頼むか。ぬるいな。ぬるいね、どうも。ぬるいとうなるな、うなる。ああ、気が遠くなるよ、ぬるいと。湯が足を拭いちゃうな。こないだの湯もぬるかったな。なんか喋んなよ、このバカ。ぬるい時には口を引くなよ。ぬるい色に動くな、なんてな。なんだ、わけのわかんねえのもありますな。こういうようなな、町内にいるってえと、どうも話の方に。おお、うちの前黙って行かねえで、へれやい。何してやんで。おい、こっちや、上がんなよ。うん、ちょっと言おう。今までちょっと上がんなってんだよ。おめえなんだから、ここんとこ鼻の頭見せなかったけども、どこに潜ってやったんだってんだよ。俺が、うん。俺、峰の急線行ったんだよ。急か、うん、あの急か。あっち行っていいな。だから俺はせようと思ったんだ。え、体で悪くもなんともねえけどもよ。あっち行ってから町内で俺が一番先にせようと思ったら、てめえにせられちゃって、残念、無念の至りだぞ、こんちしょう。どんな暑さなんだ、うん、ここへ上がって、その急の物語を一通り俺に告げろよ。どんな具合だからよ。上がんねえ。どんな具合ったって、俺もせようと思ったら、いや、だめ。上がった話は、お前がせえるったってね、あの急はせえられる急じゃないよ。とは、そんなね、生優しい急じゃねえんだよ。暑いのかい、暑いなかったってお前かーめんかーめんだから、うん、あーかーめんこんな小さい急だから何でもねえと思って据えられてみな、その暑さったらねえから、うん、気の小さいやつなんだ、キャーってんで飛び上がって天井壊してどっか行っちゃったやつ。どうし暑いね、うん、それを俺は捨ててきたんだ。じゃあ何か混んでんのか。そりゃ困るな。体が効くから困るな。体が効くから混むけれどもよ。な、しょうがねえよ、溜まっちゃってよ。入ってみるってって人が苦しんでる。その苦しんでんのおめえこう、見るってと清掃びれちゃうから、みんな溜まっちゃうってこういうようなわけよ。うん。だからもう番号でせることになってな。うん。俺の番号を見るとな、ヘの36番してる。だからこのへの36番ってのはね、いつ頃でしょうねって言うと、への36番はもうずっとお尻の方になりますってやるのよ。なんだい、へで尻なら繋がってやがんじゃねえかって。俺、ぐずぐず言っててやったらな、うん、俺のすぐ前にな、24話のいい女がいやがってな、そんないい女がいい女だったら、くまんだよ、それだよ、もう、なんとも言えねえ。色の白い、こればかりの隙のねえ女ってんだな、ありゃ。ついてんの鼻の穴ぐらいのもんだべ。その女は俺の顔を見ようってな、あなたお急ぎですかって言うよ、この。ちょっと急ぐんですか、ね、そうですか、私はさっきからせようと思ってんですけど、暑いんで清掃びれているんです。もしなんならあなた様と、変わってもよろしいございますけど、そうしかしないなってんで、変わってもらっちゃったから、俺の番になっちゃったな。うまくやりやがったな、このカッパ飯は。なんだよ、カッパ。ええな。えうん、据えるとこにな、こう、手拭いを持って、真ん中がスーッと減ってって、やってみるとな、こっちに8人ばいな、こっちに7人ばい、つまらねえ、つらしてやろうが、待ってやんのよ。その真ん中俺が、お先へってんでね、体をちょいっとこう、ハスにして、スーッとこう行くってえとな、そしたらみんなこう見てやんのよ。うん。ああ、この人は我慢できますかい、できないでしょなんてやって。俺のこう行くのをこう見送ってやる。え俺も職人されちゃったからね。えそう言ったらね、くるっとケツを巻きてあぐらけいてな。しかも肌抜いて待ってると整備屋が出てきまって。この沖は少し大きゅうございますが、体のためになりますから、どうぞ我慢なさい。途中でやめることがありますって。これ何言ってやめるったって、たかが急じゃねえか。ベラボーめ、背中で焚き火でもしやしめし。みんな驚きやがったよ。うん。どうせやるんだいって言うと、16つ二川32ですって、なんで32ばかりめんどくせえ、いっぺんにせえちゃってくれ。こう言ってやったんだよ。な、まさかせいやしめえと思ってよ。と、よろしいんですかって言うの、そんちしょうがよ。だから、せんならせえてくれ。大変かしこまりましたって、そんちしょうがまた嫌に人の言うこと信用する野郎で。
毛尺をくっつけ始めよ。え、一つでさえお前こう飛び上がるのね。32だよお前。え、仕事はねえじゃねえか。の、え、だから向こうやつは線香火つけあって、今こう急にこう打ちそうする。俺はこう手の上こういうようにやって、こうこうこう、こうやってこう、それ音羽屋みたいな格好してこういう。何やいって振り返す。うん。と線香持ってよろしいんですねって言う。え、仕方がないじゃん。どうぞ取る。はっ、じゃあ。慣れてやな、早いんだよ。え、32遍しつかん。だから言ったな、お前。一つでさえ、32で。あ、その厚さ、俺はね、背中に爆弾が起こってる。え、でも、しょうがねえから、ほら。うわぁ、うん、背中はもう、毛布で渦巻いてる。え、不動産って死守やっちゃってんだよ。今さらになって表へ逃げられねえだろ、おめえ。なあ、これで表駆け出してりゃ、カシカシ山のタヌキだ。なこれぐーって、ごめん、みんな見てやんなよ。え、なんてこうした我慢強い人間じゃありませんよ、こりゃ。なんてやってね、写真に撮ってきゃよかったと思って。お礼に番号と書いてくれた女なんだな。みんなないでから、はって見やがってな、俺の生徒の格好見てニコッと笑いやがってよ。まあこの人はなんて男らしい人なんだろうね。私だっていつまで一人でいられないんだから、こういうような人を我が夫に持ちたいわね、なんて思ってやしねえかと思ってない。嫌な野郎だね、こんちしょ。こればあり急性的やって、せめばあり急性でんじゃねえ、俺だって知れるんだ。もぐさん持ってこい。みんな俺はせえよと思ってたところなんだ。いめいめしい野郎だろ。何を言ってやんだよ、それっぱい中性付き合って。あっちなんて俺のせいの見てろ、こんちは。なあ、これな、もぐさんなんて散らかしちゃうんだ。あ、てめえ見てなさ、これっぱい中性でんじゃねえぞ。俺のはこうやってな。もぐさんみんなこうやってたんだ、こうやってこう。なんだ、アイスクリームみたいなのがどうぞ。言ってやんだよ、こうやってな。火をつけるんだ。な、宮廷やつはな、皮を焼いて肉を焼くんだよ。何を言ってやんだ、地に当たり前だよ。はい、見てろ。なあ、こうやって火をつけてな。え、どうだ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 。なあ、俺ずーっと、朝前も見て夢取ってんだよ、今。こうやって生えるのが急だよ。え、なんだ、これっぱい急性や。俺なんだな、裸になって腹あんばいになって背中で片隅起こしてな、なんか似合われたって驚きゃしねえんだよ、本当に。何を言わんだ。え、なんだ、てめえのこれっぽかいじゃねえか。え、石川五右衛門見ろ。な、釜の中油がぐらぐら煮立ってん中にドバーンと飛び込んで辞世を読んでるぞ。石川や浜の正子は知るとも、無税任せを話して言うらんないってね。そういうこと知るねえよ。え、何言って、八百屋を市長見ろ。女だって調べりになったら、あんちゃめっちゃ、なんだこれ、どっかこれ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 っぽい急性や。え、俺なんてそんなんじゃねえんだ、ついこれだ、こうやって教えてくれ、こう、な、ポカンと大きな穴が開いたって、驚くと言うんじゃねえんだ、ほんとに、さじゃって、な、ヨーヨー市長見ろ、市長見ろ、な、石川、石川、いや、石川ごめんなよ、石川ごめん、石川ごめん、もう、熱かったろうな。